それでは本日の第一試合フェザー級4ラウンド両選手入場です。そして本日ご来場いただきました皆様に改めて申し上げます。試合役員はスポーツとしてのボクシングの安全性向上並びに出場するボクサーの健康と、そして何よりも選手自身の将来を考え早めの試合ストップを徹底しておりますので、お客様の理解を改めてお願いいたします。第427回ダイナミックグローブです。第1試合は両選手とも今日がデビュー戦です。プロボクサーとして初めてリングに上がります。まず青コーナー側から新日本大宮ジムの畠山宏之が入場です。一方赤コーナーからアドエビ宝石ジムの堀口雄介入場です。今日が両者ともプロデビュー戦、緊張感漂う中、自信の中にも多少の不安がのぞくプロ第一歩の幕が切られます。笑顔をのぞかせながら今ゆっくりとリング上です。髪を逆立てました堀口雄介です。本日の第1試合フェザー級4ラウンドを迎えます。赤コーナー、この試合がプロデビュー戦、公式計量は全日本126カウント、カドエビ宝石ジム所属、堀口雄介。慶応大学を卒業した高学歴ボクサー堀口雄介、カドエビ宝石ジム。この試合がプロデビュー戦、公式計量は125カウント2分の1、新日本大宮ジム所属、畠山宏之。会長をしたい新潟から大宮に上京してきました畠山宏之です。プロデビュー戦、レフェリー吉田勝利。第1試合フェザー級の4回戦、両選手とも今日がデビュー戦です。ハドエビ宝石ジム堀口雄介、そして新日本大宮ジムの畠山宏之です。プロボクサーとして初めてリング上で拳を交えます両選手。第1ラウンドのゴングです。左のジャブが当たりました堀口雄介、ハドエビ宝石ジム。左からの左右のワンツーは新日本大宮ジムの畠山宏之です。両選手ともプロデビュー戦です。左を振って右のストレート、そして左右から顔面に、これは畠山、左のジャブ、左のジャブを刺していく、追いかけながら左を打ち込んでいく。ここはガードを上げていく堀口です。白のトランクスが堀口、黒のトランクスが畠山です。左のストレート、右のアッパー、髪を今日は逆立ててリング上です。堀口雄介、強さをイメージしたカットだ、そう話していました。堀口は今年の3月慶応大学の商学部を卒業し、5月にカドエビ宝石ジムに入門しました。デビュー戦を迎えて自分の人生の歴史では想像外という出来事だ、そう話していました。ボディを打ち込んでいきます。左のストレート、右のフックは堀口、右のアッパー、左のストレート、立ち上がり相手のところに盛り込んで左のフック、右のフックで返していったのは畠山、追いかけていく右のストレート、打ったら打ち返す畠山です。左右フックで返す、応戦するのは堀口、右のアッパー、これは空を切った、左畠山、畠山の鼻からは出血です。第1ラウンド顔面にパンチを集めていく堀口です。至近距離から右のボディ、これは堀口、堀口は学生時代服飾の勉強をし、強そうな服のテーマを勉強していました。その時感じたのが、強いとは一体何なのか、その強さを探求すべくこのボクシング界に入ってきた、そのような慶応大学を卒業した堀口雄介、白いトランクスです。左右のストレート、左のストレートが入った畠山、右のストレートで返していく堀口です。強さを探求すべくこのボクシング界に入ってきました。今日がプロデビュー戦、高学歴ボクサーの白のトランクス堀口です。それに対して左のジャブ、
右の振り下ろすフック、右のストレート、左顔面に突き刺します。一方の畠山は新潟県で生まれ育ち、高校時代はボクシングジムです。アマチュアとして経験があります。プロのトランクス、右の振り落とす、さらに右、大きく左を振っていったが、これは堀口にガードされています。ガードを、左のガードを上げながら堀口は攻撃を積み重ねていく。そこにストレートを伸ばしていく畠山です。左のジャブ、左を伸ばし合う。両者デビュー戦フェザー級の4回戦第1ラウンドが終了です。1985年12月まで新潟県新潟市出身、堀口雄介選手、そして畠山秀之選手ともこの試合がプロデビュー戦でございます。角海老宝石ジム、今日がプロデビュー戦の堀口雄介です。24歳、デビュー戦に向けロードワークを40日前から350キロ、そしてジムワークは4ラウンドのスパーを週3回40日間続けてきました。5月に始めたボクシング、体脂肪率は 14% から 5% に減ったという堀口です。両者デビュー戦フェザー級の4回戦は第2ラウンドを迎えています。左のジャブを放っていく素早い立ち上がり、黒のトランクスは畠山博之です。ここは距離を取っていく、自らダッババックステップで畠山が下がっていきます。距離を取って戦うボクサーファイター、一方の白のトランクス堀口は右のファイタータイプ。さあ左右で打ち込んでいくボディ、右のフック、そして左の返し堀口です。ここはガードをしっかりしている畠山、さあロープに追い詰める、右のフックは畠山です。アマチュア経験がある畠山、右のアッパー、一旦距離を取ります。アマチュア経験があります畠山、卒業後一旦就職しました。ただプロとして燃え続けたい、そのように思いまして単身埼玉に今年1月にやってきました。ガードを固める畠山です。今日はデビュー戦に向けて畠山、ジャブを打ちながら自分の距離を保っていきたい、そう話していました。言葉通り自らの距離を保ちながら今日の立ち上がりです。ここは至近距離から、この回ショートアッパーの打ち合い、右のストレート、畠山右のストレート、相手に襲いかかるような右のストレートを出していきました。一旦距離を取る左のジャブ、このジャブを使って自らのリズムを作っていきたいという黒のトランクス畠山です。左のフック、畠山が新日本オーディニアジムに来ましたのは新潟でアマチュアジムを彼が通っていたときに、そこで指導者としていたのが現在日本大宮ジムの会長でした。高校1年の時から畠山がお世話になっていた、その会長が去年大宮にジムを開設、畠山は会長を慕いまして新潟からプロ生として再び入門したということです。レフェリーが両者を分けます。第2ラウンドは残り1分を切っています。左のジャブが堀口、低い位置からボディを狙っていく畠山、両者ともジャブの差し合いです。左のジャブ、勢いを乗って堀口、ここは切られています。ボディ、脇を締めて左右のボディ、右左とボディを放っていきます堀口、頭をつけていく、ここはバッティングの注意です。自らの距離を取るという畠山、右のストレート、さらに右、左のガードはしっかり上げたまま堀口です。40日間で350キロ走ってきたという、足腰には自信があるという白のトランクスの堀口、まだ息は切れていないようです。両者ともデビュー戦、時間は守れ、フェザー級の4回戦前半戦が終了です。堀口相手につけるとよ、ちょっとお返ししてあげて、うん、いねえ、それもう一回お返しして、おいしいよ、もう飲め、ちょっと、ああ、
やるんだよ。次ゲームは3ラウンド。去年ジムを開設したばかりの新日本大宮ジム、その練習生畠山博之です。現在プロ選手は3人です。肩から青いタオルをかけているのが山田会長。もともと新潟でアマチュアジムとして指導者をしていました。畠山はその高校1年の時からこの会長にお世話になっています。22歳になった畠山博之、会長との師弟関係は7年を迎えています。今回プロとして初めてのデビュー戦、さあ打ち合いになった。左が入った堀口。さあガードが固まった畠山、しかし左を振っていく。右のアッパー、右のフックは堀口、さらにアッパー、最後のフック、さらに右、最後のストレート、今度は畠山だ。右のフックは堀口、至近距離からの打ち合いになりました。第3ラウンド、さあ出血が見られます。畠山の顔面から出血が見られる。畠山が右の目の上でしょうか、カットしています。ここでレフェリーがコミッションドクターのところに連れて行きました。コミッションドクターのチェックを受けています。黒のトランクス畠山博之が右の目の上から出血です。第3ラウンド立ち上がり、熾烈な至近距離からの打ち合いとなりました。肩にもつれ込む、左を当てながら右のアッパーは畠山、さらに右のアッパーを返していくのは堀口です。アッパーの打ち合い、右大きく堀口が振っていきます。これは畠山カット、右のストレート、堀口が前に出ていく。高学歴ボクサー堀口、右のストレート、ロープを背負っているのは畠山、追い込んでいるのは堀口です。負けたら引退状、そう言われてこのリング上に立っているのが白のトランクス堀口です。自分を心配する父親が今日は長崎から観戦に来ています。負けたら引退、その思いを持ってこのリング上に立っています堀口、今日がプロデビュー戦。その一方の黒のトランクス畠山の傷の状態ですが、右の目の上、幅は2センチ、深さはそれほど深くないということです。しかしこの畠山の出血がひどくなってきました。右の目の上、しかし出血はものともせず打ち合いに落ちています。右のストレート、さらに右を打ち込んでいく。堀口も手を休めません。今度は堀口がロープを背負う形になった。左右のストレートは畠山、前に出ていく。右ラッパー、ここは激しく両者の頭がぶつかりました。第3ラウンドは残り45秒。ボディ、今度はボディの打ち合い、右のアッパー、距離が空いたところに左右のボディを振っていきます。ボディ低い姿勢から腰を使ってアッパー、そしてフック、右のストレート、自分が慕って、そしてプロのボクシングの会長になったその山田会長を慕って畠山、新潟から大宮に上京してきました。そのプロデビュー戦、ロープを背負っている左のストレート、尊敬する会長のためにもこのデビュー戦は白星で飾りたいところ。ボディ、第3ラウンドが終了。畠山の目から出血です。フェザー級の4回戦第1試合、両選手ともにデビュー戦です。強さの探求から追求に、画面右堀口祐介、負けず嫌いの性格です。一方画面左は新日本大宮ジムの畠山博之、一戦一戦戦ってタイトル奪取を目指したい、大事なデビュー戦です。両者ともまずは1勝したいところ。フェザー級の4回戦はラストラウンド第4ラウンドを迎えました。第3ラウンド、黒のトランクスの畠山、右の目の上の傷は堀口の有効なパンチによるもの。おっとここは
スリップです。堀口が足を滑らせました。畠山の目の上の傷は堀口の有効なパンチによるもの。したがって畠山がこのラウンド試合続行不能になりますと、この試合は堀口白のトランクスが制することになります。その堀口、左のフックから左のボディ左右を使っていきます。至近距離からボディに鋭いパンチを打ち込んでいきます。しかし畠山も距離を置きません。ジャブを使って自らの距離を取っていく、ある程度の距離を取りたいと話していた畠山でしたが、このラウンドは前に出ています。その畠山、今日はアルバイト先のパートのお母さんたちが応援に来ている。可愛らしい風貌をしている上、なんで君みたいな人がボクシングをしているのか、そう言われたそうです。その人たちの前にも強さを見せたい。前に出ていく畠山です。黒のトランクス、右のです。至近距離から左のストレート、畠山、右は堀口です。堀口が立ち位置を変えますと、畠山がそこにフックをかぶせていきます。ロードワークは40日間で350キロという慶応大学卒業、白のトランクスの堀口雄介、プロデビュー戦。この試合負けたら引退だ、そう言われてお父さんが今日は長崎から応援に来ています。左右のストレート、堀口が受けています。畠山が前に出る。しかし今度は堀口がロープ際に追い込む。左右のストレートを伸ばす。まもなくラストラウンド残り1分です。左のアッパー、ロープを背負いながら左右を伸ばしていくのは畠山。至近距離からアッパー、堀口です。右のストレート、左のストレート、至近距離からボディ、これは堀口。ニュートラルコーナー、背負っているのは畠山、追い込んでいるのは堀口。畠山が前に出てきました。今度はロープを背負っているのは堀口です。ガードを固める畠山、その上からでも堀口打ち込んでいきます。右のストレート、さあ打ち合いになった。残り30秒、フェザー級の4回戦、両者ともプロボクサーとして初めて後楽園ホールのリングに登っています。レフェリーがここで止めます。試合は再開、残り20秒、右のフック、打ち合いになった。再びレフェリーが両者を分けます。残り10秒、さあ気合がぶつかり合います。さあ打ち合いになる。右のストレート、前に出ていく姿勢畠山、最後の最後まで両者とも打ち合いました。フェザー級の4回戦は判定へと持ち込まれます。フェザー級の4回戦、両者とも素晴らしい第1ラウンドからの打ち合いでした。この試合は判定となりました。高学歴ボクサー堀口雄介が白星を飾るのか、一方会長したって新潟から大宮に来た畠山博之がプロデビュー戦を飾るのか。採点をお知らせいたします。それではジャッジ小崎光大39対38、堀口雄介。ジャッジ伊達秀夫38対38、同じくジャッジ桂木明彦39対39、両選手とも規定の2票には達しませんので、この試合はドロー引き分けでございます。はい、はい、この試合はドローという判定になりました。デビュー戦、両者とも白黒なく、両者ともにレフェリーによって拳が掲げられました。プロとして初めてこのリングに上る、その後楽園ホール、ボクシングの聖地で両選手ともに拳を上げました。堀口雄介、そして畠山博之、素晴らしいプロデビュー戦でした。4方向に向かって両選手お辞儀をします。まずはリングを去ったのは畠山博之。中学2年の時にボクシングに興味を持ち、高校1年の時から会長の下でお世話になっていました。一方、慶応大学を卒業後プロボクサーの道を決めた堀口雄介、両選手ともにドローという結果になりました。デビュー戦でした。